やば、久しぶりに飲むかこ。おいで。やっほー。痛そう。はいはいはい。お名前はだった。お名前は何ですか。なんかちょっと待って、ね。ちょっと待って。ごめんごめんごめん。はい。お名前を確かに。伝えてなかったね。お名前なんですかって。お名前なんですかって気になるね。気になる。ごめんごめんやで。はい、遊んでいいよ。トン吉くんです。お名前はトン吉です。ぜひ覚えてください。すごい毛が抜けるから鼻の周りが。トン吉くんです。覚えてね。え、はい、来た。はい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 。落ち着きがないです。落ちちゃった。トン吉です。そうなんです。元気いっぱいでめちゃめちゃ走り回ってる一人で。ほんとなんかトイレトレーニングがまだまだで、ね、ほらやめなさい、やめなさい。うん、そう、もうわんぱくくんなんですよ。超わんぱく。なんか最近吠えることを覚えてきてしまって言ってます。なんか本当なんか上手なしつけの仕方がまあ分かんなくてどうしていけばいいんだろうってめっちゃ不安。これで正解なのかなってめっちゃ不安になるんだよね。材質大丈夫そう。いや、なんかなんとかごまかして使ってるなんとかごまかして、なんかごまかしてっていうか、まあ、ちゃんお湯かけてポンポンしてみたいなで日干ししてってやってるけど、まあおしっこされた上にね座ってるって考えたら、でもお気に入りすぎてさ、これなしじゃ生きていけないんだよね私、この材質なしじゃ。そう、うちに帰ってきたらだって、私が家に帰ってきたらめっちゃ大喜びするよ。一
組もワンちゃんもたくさん写真お願いしますね。いやなんかワンちゃんがあれなんですよね、ワンちゃんがなんか外に出るとね、やめて、外に出るともうはしゃぎまくっちゃって全然じっとしてくれないタイプで、そうじっとしてくれないから、写真が撮れなくて、なかなかケージの中だとおとなしいんですけど、だからケージ越しとかだとね可愛い写真とか動画結構あるんだけど、もう何分外に出るともう動画撮ってる暇がないというか「あなたはいつも夜何をしますか？」でも最近はもう稽古も始まったし、結構四六時中バタバタしてるので、持ち帰ったら結構おいで、君トイレでしょ、その感じでちょっとトイレでしょ、違う、トイレじゃないの、トイレ終わったら出してあげるよ、トイレして。いや最近お座りしたら出してもらえるって覚えたらしくて、すごいね、目があって5秒ぐらい経つとお座りするの、超キラキラした、なんかこれをこれで出してくれるみたいな感じで、ほらどうってお座りしてるよって見てくんの超かわいいけどさ、超可愛いんだけどさ、なんか可愛いけど、あんただっておしっこするじゃん絶対外で。え、下ピーしてないよ。全然してない。嘘、してるように見えた？下ピーしてないです。そんな。もう怖くて無理です。めちゃめちゃ痛いのに苦手だから、痛いの苦手すぎて注射嫌いだから、もうピアスなんて夢のまた夢で、もう耳にすら開いてないもん、痛いの怖くて、もう舌なんてまた夢の夢そう、うるうるな目で見られたらたまらんのですよ。そうなんですねえ、目合うとお座りするのやめて、だからおしっこしたね、あーかわいい、この子ね伏せできないの、伏せできないけど、こうやってね、あの甘える時、お座りででもお座りでもダメなら伏せすんの、伏せって言った時伏せやんないのに、超かわいいよ今の体勢、写してあげたいけど部屋写すの結構嫌だから映さないけど、今度動画載せるね、超可愛いこの瞬間のうちの子うちの子めっちゃ可愛いよね、出たいのうなずくよね、君結構な頻度でちゃんとうなずくよね、会話に対して、ほら おしっこ出そうなんじゃない、しないよ、舌は出してあげれるのに、メイク変えました、だってメイクは変えたかな、あでもリップを今リリミュー、指原さんがプロデュースしてるブランドのリップに変えて、そしたらもうメイクもでもめっちゃナチュラルですよ、してるメイクとしては、今めっちゃ顔で超簡単っていうのもあれだけど、本当に下地、キャンメイクの下地をこの前の舞台の時におすすめされて、
それ使ってて、それだけで結構隠れるんだけど、さすがに配信するからと思ってちょっとコンシーラーで隠して、眉毛も描いて、これは朝、今日、そう、今日稽古の前に、今日はちょっとメイクしない、メイクしたから、そう、メイクしなきゃと思ってメイクしたから、そう、このアイシャドウはもう、あのキャンメイクのブラウンのやつ、ブラウンのアイシャドウを使ってやってる。このアイラインも、アイラインはなんかケイトのアイブロウパウダーでの一番濃い色でここ引いて、今稽古中は引いてなくて、今配信するしと思って引いて、あと何、あとここにちょっと影入れて、このアートまつげね、まつげもして、いや結構やってた結構やってた、やってないと思ったら結構やってた。タンプレでザイス買ってあげたサールだって、嬉しい、気持ちめっちゃ嬉しい。フランフランなんだ。あんま吠えないワンちゃんだけど、最近ちょっと吠え出すようになったって感じかな。ね、そうだよね。あー、かわいい、伏せしてる、こうやって。イクミ猫好きなのだって。猫も好きだっけ。猫も好きよ全然。事務所に送っても持って帰るの大変よね。いや全然、送ってもらうか、全然持って帰る、一生懸命、それぐらい嬉しいよ。エイトの活動休止前コンサート行ってよ、けがれてるシーン最高だった、また見たいな。だって、またはないだろうね、もうほんと、もうほんとに最後だろうね。やめて、そうやめて。なんか子犬だからこんなに騒がしいのかなって思うけど、どうしよう、騒がしいまま騒がしい大人になっちゃった先生かわいいんだけど、騒がしくてもね、じゃないと思う。かわいい、ずるいんだよな。イクミ、ラグドールって猫知っとる？だって知っとるよ、聞いたことある、ラグドール、全然聞いたことある。なんか猫飼うならラガマフィンがいいなって思いながら猫ちゃん見てた。ラガマフィン好きなんだよね。発音合ってるのか分かんないけど、ラガちゃん好きなの。そう、今ヴィンセンツォの稽古が始まってるんですよ。皆さん知ってますか、ミュージカルヴィンセンツォ。ヴィンセンツォ、そう、ヴィンチェンツォだよね。ヴィンチェンツォ、ヴィンチェンツォ、ヴィンチェンツォ。お猿、お猿は、お猿、言いにくいよね。はい、ででーん、ででーん、はいはいはい、はい、あー、あと一月ちょっとだね。だったら、そう、あともうちょっとですよ。でしょ、でしょ、ドラマ見たから、本当にイクミンとぴったりだと思うよ。だって、嬉しい。そう、私はソ・ミリちゃんっていうピアノの先生なんですけど、役をやるんですよ。似合うかな。稽古始まってちょっと経ったんですけど、もう本当に
スピード感がすごくて、てかもう本当キャストの皆さんがもう本当に素敵な方々だし、本当にすごい方々ばっかりで、もうねそんな中にポーンって放り込まれてっていうか、ね突然私がポンってその中にいて、いやーこれと思ってるけど、でももうね頑張るしかないですから。じゃあタンプレザイス買っていいんすかね。嬉しい、めっちゃ嬉しいけどね。はーい、よくこれ持ちた。あ、ごめん、なんかごめんね。まあまあ全然悪くないけど謝っとくね。一応8月は楽しい月になりそう。あ、そう、皆さんに、あ、でもまだ言えない、まだ言えないけど、ちょっとみんなが喜んでくれるんじゃないかなってことが一つあるので、ぜひぜひ。あとね、7月は朗読劇もあるしね、ちょっとここから盛りだくさんな、ちょっと中野郁美の夏が始まるんじゃないかと思ってますよ。私はほんに楽しみ、特に神戸でイクミン会えるのがめっちゃ嬉しい。確かに、でも誰か買うかもしれんし、ダブりそうだって。いや、ダブったらダブった分だけ使うからありがたいよ。もうめちゃめちゃ嬉しいよ、そんなの。ちょっとね。え、全然怖くない、ありがとね、いっぱい考えてくれて。クミンのインライ久しぶりに来れた、キャム大好き、かわいい、もう一回読んじゃった。私こそ嬉しい、ありがとう。朗読劇見に行けないのが今年の夏で一番辛いだって。寂しい。でもその分、じゃあヴィンセントぜひ。いやめっちゃいつぶりのミュージカルって感じじゃない、本当に。もうずっとミュージカルで、ミュージカルはないよね、多分なかったよね。これやっぱストレートが多かったりしたから、で初めてその原作が、その何、原作の物語もう終わりまで、終わり、まあ本当の終わりかどうかわからないけど、一応最終回で終わりまで放送され、世の中に出ててみたいな、原作ファン、原作ありき、なんて言ったらいいの、そういう作品が初めてじゃないですか。前のほらレイザーとかはさ、舞台先行みたいなところちょっとあったりしたから、ゲーム配信前だったからね。そうだから初めてだから、もうねヴィンセントが好きでミュージカル見に来ますみたいな方にも、やっぱりね、ミリちゃん、めっちゃミリちゃんやったな、面白かったな、ヴィンセントのミュージカルってすごかったなって言ってもらえるようにね、やっぱり頑張りたい。もちろんね、私のことを目当てというか、私のことを応援してくださって見に来てくださる方ももちろん嬉しいし、そういう人にもね愛されたいって思いますけど、ミリちゃん含めヴィンセント、ミュージカルヴィンセントの作品ね、いや本当に、だから皆さんに認めてもらえるミリに、期待以上のミリになりたいですよ。なりますよ、ならしてくださいよ。そう、でもすごいなんか結構本当にユニークな方々が多くて、ちょっとまだ全然っていうか、まだ稽古始まって本当に1週間経ってないぐらいかな、1週間経ったのかなぐらいなんですけど、
いや本当にユニークな方々、ユニークって言い方があってるの、本当になんかなんて、いや本当ユニークなんですよ、ユニークなんですよねっていうか、本当に素敵な方々ばっかりで、イクミンこんばんは、だってこんばんは、そうすごいね楽しいよ。あとね、あの日向坂46のそう鈴鹿ちゃん、なんてなんか多分鈴鹿って呼んでって言われてんけど、さすがにそれは無理じゃないってテレビでお見分けする方もいらっしゃって楽しみだね。そうだよね、そう、鈴鹿って呼んでね、いや頑張るよでも本当にそう、それこそ鈴鹿とも鈴鹿ちゃんと、いや呼び慣れないよ、鈴鹿ちゃんともまだねそんなたくさん話したわけじゃないんだけど、いやでもたくさん話したのかな、すっごい面白い方だなと思って、一個下なんだけど、今同い年なんだよね、向こうも22で私も22だから今同い年で、そうすごい本当に素敵な方だなというか、なんかいい意味で全然飾り気がなくて、なんか本当にファンの人の気持ちが分かるってね、そんな数日で何言ってんだって思うけど、あこれは好きになるなって思うというか、すごい歌声もねすっごい魅力的で、いや私もあんな風に歌いたいって思うし、すごく、ね、可愛らしいし、そうお話ししててすごい楽しい、でも変わってる本当にって言っちゃった、やっぱなんかちょっと変な子かなって思う、面白い、超楽しい子だなと思って、そうだね、実際のお話しすると印象変わることってあるよね、わかる、私もなんかこんな感じだと思われてなかったっぽくて、そうお話しした時にね、なんかもっと姉子っぽいって言われた、お姉さんっぽいと思ってましたみたいな、姉子感ある、さなんかサバサバした感じ、もうこんな感じじゃん私、結構ちゃんと結構ちゃんと女の子っていうか、結構なんか別にサバサバはしてないじゃんね、サバサバしてないじゃん自覚あるのよ、サバサバしてない自覚めちゃめちゃあるから、そうだよねみたいな、サバサバしてないよね私全然わかる、そう結構お姉さんっぽい感じの姉子感ある性格だと思われてたみたいで、ヘニャヘニャしてるんだよね、しかも私多分初対面とか結構やっぱ舞台の稽古始まってすぐとかって私ほんと人見知りしちゃって、なんか喋る時もなんかこんなまだこんな感じで喋れないんですよね私、もう全然こんなんじゃない、もうヘニャみたいな、あーそうですかみたいな、ありがとうございますみたいな、みたいな、もう超滑舌やばくなるなんかもうなんか緊張するとヘラヘラしちゃうんだよねヘラヘラして滑舌やばくなるっていうそう早くねこんな感じで喋りたいけど、本当に素敵な
現場でもうすでに学ぶことがたくさんあるし、本当になんかいろんな、なんか本当に素敵な方々で皆さんで、それぞれやっぱりあの個性がすごくあるから、なんか学ぶことがもうありすぎる現場だなというか、なんか本当にいやーね、私もその一員にちゃんとね、自分が心からその一員だってそんなびっくりしないでごめんね、その一員だってね、自分心から思えるような、思えるようにね、なりたいと思います。なー眠いもう明日もあるし、配信も終わろうかな。なんか結局フィルターつけずに終わっちゃった。フィルターつけようと思ってわざわざ配信前にダウンロードしたのに、フィルターつけずに終わっちゃったな。やる価値。よし。じゃあ、お稽古頑張ります。お稽古も他のお仕事も頑張ります。あと本当皆さんにはお楽しみな報告がいくつかあるので、楽しみに待っててください。お水おいしい。めっちゃ飲むやん。めっちゃ飲むやん、めっちゃ飲むね、めっちゃ、え、そんな飲む、え、ねえ、そんな喉乾いてたの、ごめんね、気づいてあげられなくて、ごめん、そんな喉乾いてたなんて思わなくて、飲みすぎてるやん、あんた気をつけ、気をつけて、ケホってなってた、聞こえました、今ケホってなってました、気をつけてほしいね、気をつけて、雪報告楽しみにしてください。むせてた。はい、じゃあさようなら、バイバーイ、またねー。